皆さん、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、今年も行きましょう。わしゅい、よいしょ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。いよいよ2023年一発目。始まりましたね。はい、ああ、進行した。進行した。はい、始まりました。ケイさん、ケイルさん。はい。今更気づいたんですけど、元ボクサーの方、何々ケイって人が多いですよね。ああ、まあ確かに多いですか。多いかな。僕とケイさんのあれって、ケイのケイヘイさんから始まってるじゃないですか。あ、で、ケイで来て。で、ケイで君来て、はい、ケイで来て。で、あ、そうか。ああ、ケイヘイ君。あ、そうだ。結構多いですね。そうですね。まあ、おばくんですけど。たまたまなんでしょうか。何か縁があるんですね。縁ですね。さあ、2023年の、はい、スリビーチャンネルね。切っちゃいましょう。皆さんよろしくお願いしたいな。お願いします。さて、新年一発目。はい。はい。いよいよ、大晦日ありましたね。ありましたね。ありました。当然ご覧になられました。はい。あ、もちろんあれは、もう生中継、ししね、生中継、はい。生で見ました。はい。見ました、見ました。何でも生がって。これ、新年からいきますね。はい、ぶっこんでいきます。はい。7番いきます。それを着ていきましょうか。わしゃ、よいしょ。はい、これです。はい、はい、スーパーフライ級統一戦、はい、WBA、WBO ですね。はい。井岡一人チャンピオンと、ジョシュア・フランコ、うん、チャンピオン、うん、WBA ですね。はい。さあ、試合。お二方も生でご覧になったかと思いますが、はい、よいしょ。いいですね。さあ、ケイさん。はい、わしゃい。よいしょ。まあ、単刀直入にご覧になって、はい。まあ、結果、皆さんご存知かと思うんですけどね。まあ、ドローですね。1-0 のドローですね。そうですね。なんですかね、マジョリティ。マジョリティドローです。どういうことですか。あ、はっきりしないと。あ、それマジョリティって言うんですね。なんか、わからなくて、なんかマジョリティドロー。ああ、そうですね。そうですね、見て、もう、忖度なしでいきましょう。はい。忖度なしで、まあ、フランコの勝ちだよ、あれ。フランコ好きっすもん、あれ。あのスタイル好きっすよ。今から負けだよ、あれ。じゃないっすか。まあ、はい。ヒエズさん、はい。もうちょっと忖度しましょう。でも、その、まあ、もちろん、その、日本人なんで、井岡チャンプ、そうです。ガーゼーチを見ても、あれはちょっと厳しかったかな。っていうか、その、井岡チャンプの、そのボクシングが、はい、まあ、厳密に言うと通じてなかったのかなと思いますね。うん、いつもだったらこう、相手が来たところにカウンターはして、はいはい、相手止まるんですけど、はい、フランコ止まらなかったんですね。止まらなかったですね。止まらなくて、もうどんどんプッシュで来るんで、もう、井岡チャンプが押されてる感じがすごいしましたね。そうですね、見栄えも悪いですね。だからその、カウンター当てて、でも、そのフランコ来て、その、はい、なんていうその、打たれてる間が多かったですね。長い時間が。打たれ、パンチまともにもらってはいないのかしら。そう。相手のその、相手のターンが、そう。相手のターンが長すぎたですね。なんか、いつもだったら、その、相手のターンが短いんですよ。はいはいはい。その、バンバンバンって、ワンツースリーで来て、バンって返すんですけど、ワンツースリー来ても、返しても止まらないので、井岡チャンプがあって、今、ディフェンスとか避けながらってやってるのが、長かったですね。後手になりすぎですね。そう。だから、見栄えがすごいめちゃくちゃ悪かったです。なるほど。その辺のジャッジの印象がね、やっぱり影響出てるのかな。アグレッシブ性も。そう、アグレッシブ性と、あとその的確性、どっちを取るかってなったんですけど、でもまあ、その、パッて見た感じは、まあ、フランコですよね。フランコ選手の方が、まあ確かにその、そう、フランコ選手はその、決定打ないにしろ、やっぱ、その、まあ、ケイレ君が言ったみたいな、そのアグレッシブさがすごいあったんで、そこを見ると、やっぱどうしても、ああ、やっぱフランコかなと思っちゃいましたね。なるほど。私、当てておるんですけど、井岡チャンプも。ただ、止まってないし、そのダメージもないんですよね、フランコは。でも全然ダメージなくて、ノーダメージですね。ノーダメージですね。最終ラウンドでもこんなに手出せるんだ、みたいな。そう。すごいめちゃくちゃ体力だったですね、はい。スタミナも全然落ちないし。落ちないですし、ダメージもないですし。すいません。何でしたっけ？後でお正気が必要です。何でしたっけ？そう、止まらないし。止まらないですね。まあ、本当それはちょっと、強かったですね、やっぱ、フランコ。はい。ケイさんどうですかね？率直な、忖度。
もうそう、忖度抜きで、もうそうですね。もう、ケツさんはお正気ですね。なんですか、ね、そっちそっちケツ穴確定です。すいません。いや、まあ僕も完全にもう、フランコ選手の、まあ、僕は、うん、まあ好みもあるんですけど、はいはい、まああの、フランコ選手の勝ちかなと思いましたね。何ポイントぐらい思いました、うん、ポイント差はそこまで感じないんですけど。あ、まあ。そうですね。ギリだけど、どっちか言ったらフランコ選手、うん。ドロー、まあそうですね。あ、でも本当に。ある意味あれですかね。じゃあ、ドローっていうのは、まあ、会社が日本で。はい。で、あとはその味方のそういう主観もあるというで。そうですね。ドローっていうのは、ある意味妥当だったのかなっていう意見もなきにしも。そうですね、ドロー。なんか、見方その味方、最高でドロー。最低で負けたんです。なるほど、なるほど。失礼ですけど、ユーカチャンプの勝ちはないと。なかったですね。ないですね。うん、あー、いよかの負けですね。本当は、勝った、勝ったと思ったっていう。まあでも、まあでも、あって言うしかないと思いますよ。その、逆にその、チャンピオンたるものは、やっぱ、負けてたっていうと、多分、バーって攻められるし、この時代なんで。はいはい、いや、僕はもう、あんなマジックかと思いましたよ。はい、もしかして、ケイさん、マジック使われるボクサー、はい、マジシャンが、ここに。マジック。そうですね。だから、その、ホームでやってあれなので、アウェイでやったら、きついかもしれないですね。まあ、間違いなく、もう、アメリカでやったら、うん、そうですね。ですね、はっきり、厳しい、厳しい、そうですね。大丈夫ですかね。はい、って思います。それでですね、井岡チャンプは戦い方としては今まで通りではあったんですね、はい、そうですね、今まで通りの戦い方、まあ、カウンターカウンターですね、カウンターですね、フランコの打ち割りとか、フランコのパンチに合わせてカウンター、はいはい、いいの当たったんですけど、止まらないですもんね、フランコは止まらないですね、やっぱ打たれ強い、もしくは打たれ強いというか、パンチがそこまでなので、思ったのがさっき由良さんとお話しましたけど、バンタムから来そうじゃないですか、フランコ。はいはいはい、なると、仮にもしその井岡チャンプが、じゃあ、今回スーパーフライ卒業して、まあ、この、バンタム級に行くじゃないですか。ってなった時に、多分パワー通じないんじゃないかなと思うんですよね。厳しいですね。はい、このパンチ力だと多分バンタムで行くと。そうです。止まらないですし、その、まあ、まあ、比較したらいかないんですけど、井上チャンプと比べた時に、井上チャンプでも一発だったらもうバーンって倒れるじゃないですか。そうですね。が、井岡チャンプが打っても、まあ、まあ、効かないですよね、フランコは。ケロッとしましたもんね。そうです。で、逆に押されてるので、って考えると、バンタムだった時に、体格負けするんじゃないかなと思いますね。そうですね。カウンターであれだけダメージが与えられないとなると思う。そうです。カウンターであれですよ。ただ普通のパンチでもっと効かないですよ。そうですよね。もうなんかさすが日本一だなと思って。さすが元日本一。もう言いたいことを全部言われてしまったので。で僕が喋ろうと思ってたけど全部言われたんですよ。すごいなと思って。すごい。めっちゃ褒める。めっちゃ褒めるじゃないか。すごいです。でも確かにそうですね。スタイル的にもカウンターをね、主としてやってる僕が、ね、カウンターでダメージ与えられないとなると。きついですね。なすすべないですもんね。そうですね。カウンターって普通のパンチは2、3倍しますから。それで倒れないとかもう全然。通じないかもしれない。そうですね。自分からもう壁にぶつかっていくのも感じですからね。あ、そうですね。はい。もう交通事故の出会い頭みたいな。そうですね。そうです。さ、それは聞かないし、なんで、ね、多分井岡チャンプの誤算だったのは、多分あんだけその来ると分かったじゃないですかね。そう。多分打って多分止まると思ったんでしょうね。あ、そうですね。止まると思ったんでしょうね。はい、で普通は、普通止まりますけどね。確かに止まる。はい。じゃあやっぱそのフランコのそこがすごい止まらないと。そのフランコは打たれ強いのか、うん、逆にそのバンタムから下げてきたことによって、うん、要はその体勢が、パワーが、もう慣れてるので、ね、フランコは、うん。っていうのはあるかもしれないですし、うん、どっちかちょっとわかんないですけど。まあでも、いずれにしよう、井岡チャンプのパンチは、言い方がちょっとドライですけど、効果がなかったと。そうですね。その、言われてもしょうがない。しょうがないかもしれないですね。そうですね。まあその、ヨガチャンプがその、もしかしたら調子悪かったかもしれないですけど、でも、まあ見た感じそんなに悪そうな感じでもなかったですし。そうですね。そうですね。出だしもそんなに悪い出だしではなかったね。そうです、そうです、そうです。とりあえず出たんです。でも、後半結構疲れてませんでした疲れてましたね。多分それは何が押されてるからです。精神的に多分切れてますよ。ですよね。やっぱあんだけグイグイ来られたら、やっぱり、あれ、大丈夫かなと思っちゃいますね。絶対思いますね。で、最終、11か12ぐらいに多分、ヨガチャンプが、
もっと怖いみたいな感じだったんですけど、うん、あれは結構多分自分を振り立たせてるので、うん、結構ギリやと思うんですよ、あの時って。うん、人って多分、うん。そうですね。パフォーマンスしてる時って結構逆です、ね。結構逆です、逆です、逆です、はい。そうです。やっぱりもう自分に余裕がなかったり、その振り立たせるあれですね。そうです。やっぱり僕、ケイスさんの時はそうですから、僕がケイスさんと戦う時とか、やっぱり自分を振り立たせて、震えてましたから、僕は控室で。本当に。そういうことですわ。どこまで信用してるの？まあ、そういうことは信用しようか。はい、わかりました。はい。でですね、まあ、せっかくの統一戦だったんですけど、ね、はい、ちょっとドローという。統一戦でドローは珍しいですね。珍しいですよね。うん、今後のそれぞれのこうプランとかあったと思うんですけど、そうですね。もう一旦全部白紙にね、戻るような。初めてじゃないですか、統一戦で。その聞いたことないですね。ないですよね。ドローです。だから、お互い防衛ですよね。ようわからんすけど。そうですね。お互い防衛になります、ね。ようわからんすよね。そんなことあるんですね。で、ちょっとお尋ねしたいんですけどね。はい。今後、はい。まあ、当日会場にWBC のチャンピオンのね、エストラダ選手。エストラダ選手がね、見に来てましたが。あと、まあ、中谷選手も来ましたね。中谷ましたね。はい。さあ、どういう、今度、戦いを挑んでいくと、思われますでしょう。そうですね。エストラダ選手は、その、フランコ選手と違って、下から上がってきてる選手なんで、まだでもまあ、パワーで負けるってことはないと思うんですよね。ただ、エストラダ選手は上手いので、まあ、あしられてしまったらちょっとあれかなと思うんですけど、そこでも、井岡チャンプが、まあ、もちろん上手いので、技術めちゃくちゃあるので、僕は逆にフランコ選手よりもいい勝負するんじゃないかなと思うんですけど。ただ、手数は多分エストラダの方が、まあそうですね。そうですよね。ってなった時に、まあ、まあいい勝負すると思うんですよね。パワーで負けるとは思わないので。まあフランク選手は多分バンタム級から咲いていたので、それでおそらくそのパワー負けというか、その、まあパンチに対する体勢もありましたし、それで多分、井岡チャンプのパンチがそこまで効果なかったっていうのはあるかもしれないですけど。予想よ。なんて言うんでしょう。予想以上にというか、ディフェンスも上手でしたね。はい、ね上手でしたね。本当もう、はい。そう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 、本当そうです。そうです。すごいですね。あんなにガンガンガツガツいくのに、ちゃんとそういうブロックもできてるし、そうです。レベル高いですね。だから本当最大の、まあ、攻撃って防御っていうのも言うんですけど、そんな感じは結構しましたね。はい。当の選手同士はね、もう一回再戦をしたいっていう話をしてるんですけど、どうですか？現実的に再戦ありえますかね？いやー、逆にその、まあ、当の本人同士は、そのもちろんその人なので、そのちゃんとはっきりしたいというのはあるかもしれないですけど、はいはい、その一ファン、僕らとしたら、うん、いや、違う選手やってほしいなというのはありますね。僕の方にはもう一度再戦したとしても、ええ、なんか試合展開と同じようになるよ。そうですね、僕もあんまりこう、そうですね、今更スタイル変えれないんじゃないですかね。さあ、そうですね、多分、井岡チャンパーも変えられないでしょうね。はい、フランコ選手がどう来るか。そうですね。まあ、今、あれ以上に来るのか、わかんないですけど、だって、その、経歴の話しましたけど、その、井岡チャンプも、あんだけその、まあ、まあ、ピンチというか、その、窮地に陥っても、スタイル変えないんですよね、やっぱ。変えないですよね。あれがまた、まあ、すごいというのか、まあ、その、その自分のちゃんとこういう意志が固いっていうのか、あると思うんですけど。わかりました。で、多分皆さんに僕からメール送ったんですけど、オフィシャルの祭典あったじゃないですか。ああ、はい、あれ、前半もほとんどあれですよね。フランコ。うん、フランコ選手と、ね。そうですね。僕も全く同じ祭典でした。あ、へぇー。池田さんと、はい。全部。まだまだ。何時期内藤大輔さんの祭典はちょっと、ここ忖度なしで話しましょうか。いや、あれ、8本ぐらいついてるじゃないですか。あれ、今もう。あいつ頭おかしいじゃん。おかしいよ、絶対。そんなことないよ。大差でしたね。大差でしたね。おかしいよ。でもあれはないですね。内山元ちゃんもね、つけてて、はい、まあ、割とこう均衡してた結果でしたね。そうですね。やっぱ、見方はそうなんですね。結局その、フランコ。なんか、結局その、デューさん、その、取った取られたっていう感じのラウンドが結構多かったんですよ。そうですね。ラウンドの中であるじゃないですか。前半は多分、ヨガちゃんがいくんですけど、後半、こう、フランコ。そうそうそう。もう完全フランコですよ。そうですね。そうそう、ジャッジの印象は後半やっぱ攻めてる方の方が、そうですね、印象ありますからね。ありますね。そうですね。だからポイント取れるのもうまかったですね。そういうあれもあったのかなと思うんですが、さて、WBO の方
で、はい、指名試合のあれもう3ヶ月以内ですもんね。ですよね。おしょい。わ中谷純斗選手が。そうですね。いや、あれやると思いますか試合。さあ、ケイさんどう思われますか。いやどうですかね。ちなみに、ゆうかジャンプはエストラーダと次やりたい。おっしゃってます。おっしゃってはいます。多分僕が井岡チャンプであっても、多分そうすると思います。まあ、どっちも勝つ負けるあると思うんですけど、まあ、言い方悪いですけど、もし負けるとしたら僕、その中谷選手負けるよりも、エストラーダ選手負けた方がいいと思うんですよ。そこですよね。はい。それは僕も、はい、そう思います。なので、僕は、中谷選手とやらないと思います。なんで、まあでも難しいですよね。さっき、井浦さんとも言ってましたけどね、返上したら逆にエストラーダ選手やらないと思うんで。そこなんですよね。で逆に持ってた思ったら、その、180日以内、やらないといけないですから、難しいですよね。だから多分当初、今回統一戦で勝ってて、はい、まあ WBO の方は中谷にやれはいはい、そうですね、そうですね。WBO だけ返上したら、WBA は持ってる。ああ、そうですね。それでやるって。予定狂ったかもしれないですね。そうね。多分その辺を考えてたと思うんですが、結局 WBO だけしか持ってないと、中谷選手との戦いはよ、ね、もう逃げれないっていうか、避けて通れない。いや、これは逃げてほしい。まあ、井岡チャンプの考えもあると思いますけど、やっぱ僕ら一ファンとして、まあ、そのヤフコメの人もそうですかもしれないですけど、やっぱやってほしいんですよ。井岡中谷。そうです、見たいですね。見たいですね。見たい。そのエスラーダ選手よりも僕は、中谷選手と。で、井岡ちゃんも言っとったんですよ。その、チャンピオンたるものを挑戦者を受け入れると。はいはい。で、あんだけ言っとるから、かっこいいですね。あんだけ言ってるので、やっぱそこはやっぱ、その言葉に責任を持ってやってほしいかなというのは思いますね。なるほど。これ、じゃあどっちが強いのかっていうのをはっきりさせてもらって。で、逆に、それで中谷選手だって、勝ったらもう別に、もう黙らせることできるんですよ。そうです、ね。はい。僕思うんですけど、あれですよね、多分この間のフランコ選手よりも中谷選手の方が、はい、井岡チャンプから見たら、勝つ確率あるかもしれないと僕は思ってるんですけど。でも逆にその、今回の試合で中谷選手にヒントを与えちゃったかもしれないですね。でも、体の強さはあるじゃないですか、中谷選手。はい、あります、あります。スペックも大きいし、はい、でパンチも、もしかすると多分フランコ選手で強いかもしれない。強いですね。強いですね。で、サウスポーですし。そうですね、サウスポーで。そうですね。だけど、ね、ユカチャンプが戦いやすいっていうのは、手数がフランコ選手ほどないじゃん。ないですね。そうすると、手数が少ない選手っていうのは、合わせやすい。ユカチャンプ、適応能力高いんですよね。そうですね。合わせやすいと思うんですよ、ね。そうです。だから最初は手こずるかもしれないんですけど、試合進むにつれて、なんか、ユカチャンプ勝つ可能性もゼロじゃないな。いや、僕もそう思いますね。はい。中谷選手、の試合が決まりそうかわかんないじゃないですか。時に、はいはい、橋爪選手との試合を僕見たんですよ。僕は見直したんですよ。時に、橋爪選手ってサウスポーじゃないですか。はい、で身長高いですし。で、やった時に、やっぱ、井岡ジャンプの攻撃は通用するんですよね。橋爪選手に。まあ、もちろんその橋爪選手と中谷選手は全く違うかもしれないですけど。はい、で、なった時に、中谷選手は別に手数をめちゃくちゃ多いわけじゃないですよ。バーってフランコ選手に出すわけじゃない。やっぱ一発一発、こう確実に打っていくんですよね。そうですね。で、なった時に、合わせやすいかなと。まあ、さっきユーラさんが言ったみたいに、合わせやすいってのもあるし、そのパンチだった時に、その、中谷選手はどちらかというと、もらったらその、パンチに対する、その、次のパンチをもらえにするっていう感じがあると思うので、もらっても行くって感じじゃないと思います。ってなった時に、戦いやすいかなと思います、僕も。立て直す感じですね。そう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 。だから、フランコ選手には、ね、明確に勝つのは難しいのかもしれないです。はい。中谷選手だったら、もしかすると、チャンスありますね。あります、あります。全然あります、あります。はい。僕は個人的には思ってる、ね。僕もそう思います。できれば試合やってほしいな。やってほしいです。本当にね、なんでエスラーダ選手やるんだろうと思いますよ、僕は逆に。ですよ、ね。待って、まあまあまあ、そのエスラーダ選手は有名かもしれないですけど、いや、日本では結構もう、中谷選手って、まあ、その、まあ、そこまでメジャーじゃないかもしれないですけど、でも、実力あるなっていう感じで見てるじゃないですか、みんな。でも日本のボクシングファンはほとんどあれですね、もう中谷選手だって、もう7、3ぐらいで言われてますよね。なので、そこやっぱ、そのまあ、なんていうんだろう、こう、まあ、言い方あるけど、黙らせてほしいっていうか、その言ってる、黙らせましょう、
黙らせてくださいよ。みんな視聴者黙らせてくださいよ。なので、ここはだから、やっぱ、井岡キャンプも、中谷選手とやって、で、きっちり、やっぱその、もちろんその、日本だったら盛り上がるじゃないですか。で、その、エストラン選手だと、まあ、確かに盛り上がるかもしれないけど、やっぱ、日本人対決ってやっぱ一番盛り上がるじゃないですか。間違いないです。で、しかも、中谷選手も、ただの、ランカーじゃないですね。ランカーじゃないじゃないですか。もう世界チャンピオン。すごいですよ。あ、証明させましょうよ。ね、日本一の男は、こうやって言ってるんですから、証明させましょうよ。ラブ効力ない。ラブ効力ないから、僕。そうですね。いや、ほんと。僕は個人的には、ね、回避しないでやってほしいです、ね。いや、ほんと僕も、はい。これでもし、この回避したら、ブーイングですよ、これ。もう相当やりますね。相当やりますよ。で、これ例えばその、一生やりますよ、多分。回避したら。そうですね、うん。いや、あいつは逃げた。中谷選手が逃げたって絶対言われますよ。で、逆にこれで中谷選手とやって、ゆうこちゃん、勝って。じゃあ、エストラーダでやりましょう。これ最高の舞台です。エストラーダに勝ったらもう大勝算です、ね。もう英雄ですよ。そうですね。はい、その道を、やっぱ、ね、いや、遠慮しいです。はい。そう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 。なんで、ゆうこちゃんともう多分もう、そんな10年もやれる年じゃないと思うんで、うんうんうん、あとまあ、もっとも2、3年ぐらいと思うんですよ。そうですね。って時に、やっぱ、その、内容の濃い試合やってほしいというか、やっぱいい選手やってほしいので、はい、中谷選手とはもう、うってつけの相手だと思うんですよね。本当、あれですね、はい。気持ちも燃えるし。やったほうがいいです。やってほしいですね。はい。やってほしいです。一位ファンは見たいですね、やっぱり。はい、いや、絶対見たいよね。見たいですね。絶対見たい。はい、日本一の男はここまで言ってるんですか。やろうよ。ねえねえねえ、大ちゃん。あのさ、はい、日本2だからね。はい。ボクシングは1位の上にチャンピオン。はい、あ、なるほど。あ、もう名前の通り特別なんですよ。やっとったやん。チャンピオンっていうのは。じゃあ、はい、あれですね、井岡チャンプ、中谷選手のね、試合を。やってください。お二方でちょっと聞きたいんですけど。わしは。よいしょ。このお二方に、はい。我が名古屋の、昴生選手、昴生。はい。絡んだらどう思われますか、はい、ああ、その、井岡チャンプか、うん、あ、これ、三つどもえですか、うん、で、あと仮に、フランコ選手と昴生君が戦ったとしたら、どうでしょうか、ね、いやー、厳しいと思います。そうですね。体の強さが全然違う。そうですね。もうガンガン田中昴生を応援したいんですけど、そうしたいですね。したいんですけど、したいけど、やっぱ、戦う相手ではないのかなと。あ、なるほど。はい。井岡チャンプのパンチ釣り合いことは、昴生選手ってそのパンチ力で回転なんですよ。うん、回転ですね。そうです。それでフランコと打ち合いしたら、いや、パワーバーです、ね、恐ろしいですよ。はい。で、ボディも強いし、フランコ強い。あ、強かったですよね。結構、はい。LG ガードして。もうフランコは多分そういう戦いに慣れとると思うんですね。あ、そうです。強い、もう本領発揮しちゃうんじゃないですか。いや、ちょっと、ね、本当は地元なんで応援、うん。いや、応援したいですけどね。応援したいですけどね。まだちょっと難しいかもしれない。正直そうですね。今やったらちょっとわっしょいって感じですね。わっしょいだとわっしょい。わっしょい。で、その、はい、これは例えばそのスーパーフライじゃなくて、例えばその、フランコ選手も、フライというか、ライトフライの選手だったら、昴生選手勝つと思うんですよ。出入りで。そうですね。でも、もともとバンタム選手なんで、まあ、身長もリーチも長いんですよね。で、あと、昴生選手は、もう、接近戦しかできなくなっちゃうんですよね。そうですね。で、なった時に、あの接近戦の井岡チャンプでさえあんだけ苦戦したので、そうですね、あの圧を昴生君が返せるかってなったら、返せるかってなったら、ちょっと、そうですね、って思いますね、そのまあ客観的に見てるんですよ、はい、今やるべき相手ではないかもしれないです、ね、あとはその、まあ、あの耐久力の問題、井岡チャンプ、そうですね、はっきり倒されちゃってる、そうですね、でもあれってあれですよね、昴生君はもう出入りが早いから、カウンターがドンピシャで入ると、はい、効果がもう2倍じゃないですか。もう、そうそうそう。そうです。あそこまでいっちゃう。もう交通事故ですよ。交通事故やばいです。そうです。フランコ選手は、高速のスピードがないからカウンターをもらったとしても、はい、あそこまでいかないっていうこともあり得るんですか、ありますし、あと耐久力が本当にあります。その、パンチもらってからリターンが早いんですよ。あ、早いですよね。早いです。もらってももう、普通に返すんで。あれ聞いてないのかなって思って。やってる方からしたら怖いですよね。怖いです。逆にゆうかちゃんもできなかったですよね。こう、リターンが全然。できなかったです。はい。もう避けるだけで。もう避けるだけで、もうガード下げでもセーブいっぱいいっぱいなんで。いや、強いですよ、だから。強いですね。強いっすね。フランコ強いっす。いや、ほんと、ね、なかなか勝てる選手見当たらない、ね。しかも、あれで1年ぶりですよ。ああ、そうなんですか。
全然ブランクを感じないですね。あれでもし、その、うん、例えばその、ちゃんとしたこう、3ヶ月くらいやってたらもっと強いと思いますよ。うん、そうですね。あ、そうですね。うん、すごいですね。それこそエストラーダとかでもね、もしかしたら、はい。ないかもしれないですね。そう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 。そうそうそう。と思います。でも、いずれにしろ、スーパーフライ級は、あれですね、ちょっと複雑にはなりましたが、面白いですね。いや、面白いですね。面白いです。はい。まあ、でも、話戻しますが、はい。ゆうか選手と中田選手。やってほしいですね、ぜひ。TV チャンネルが呼びかけましょう。やりましょう。やりましょう。やってください。やってください。やってください。見たいですね。いや、男見せてください、やっぱ。そうですね。はい、もう 3B プロジェクトのこのもうオーナーが言ってるんですから。もうやりましょう。やりましょう。なんも権力ないし。やってくれよ多分、井岡さんからしたら多分。へぇー。あ、そうって。いやー、熱い。はい。いや、やっぱね、はい。ケーティングって熱いっすね。熱い、ありがとうございます。熱い熱い。はい。今年も計算、はい、バズらせてください。よろしくお願いします。いや、もうガンガンバズらせましょうよ。はい。はい、今年はなんか、飯田選手やるんで。なんか、チラッと噂聞いたんですけど、お二人今度なんかスパーリングやられるみたいな話をチラッと聞いた。いや、もう今やりましょうよ。取りましょう、取りましょう。今やりましょう。決着つきましょう。はい、もう何年前でしたっけ。もう10年くらい前。昔、これです。これもう昔話になるんですけど。はい。もう決着をつけようとか。そうです。もうマジックはなしよ。なんかそんな噂も聞いてる。いやいや。今年は追っかけたいな。はい。はい。さあ、新年一発目、はい。お忙しい中、どうもありがとうございます。ありがとうございました。いつも 3B チャンネルをご視聴いただき、ありがとうございます。ありがとうございます。ケースから一つお願いあります。ね。ね。ね。ペラペラ。ペラ。ペラはは。彼女にも集中します。何言ってまんの？優しい。優しい。チャンネル登録よろしくお願いします。